と帰ってきまして、今日は朝インドネシアから帰ってきて、今からお友達の家に行きます。パパとママの家ね。うわすごっ。え、これはどこのゲーム？イギリス？これはね、キックスターターでできたゲーム。アメリカかな。すっげえキックスターターなんだ。なんかね、これがね、ただね、ただね、おまけのパーツ。もともと、あの、三角の、その、ダンボールでできてたものを、キックスターターユーザー用に、こういう立体に作り直した的な。別になくても遊べる。なるほど。すげえ。面白い。なんだっけ。このゲーム自体はクオリティが高いの？これはね、このゲームすごく高い。これはね、なんかコレクターズ用に自分でペイントしたり、ゲームであまり使わないバージョンのパーツ。すげえ。あれどれだっけ、本当にゲームのパーツが入ってるの。これはどれ。すごいね。あ、これがその誰でも使える悪いやつら。へえ。いろんななんか。へえ。すごいね、ボードゲームってこんなにあるの。へえ。スモールワールド。世界が小さすぎる。へえ。だからみんなでどんどん自分の種族を広げて戦って、で広げた分2ポイントもらって、でそれを10回繰り、まあ8回繰り返すと、ポイント1倍もらった人が勝ち。へえ。そう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 。アーカムハラーっていうボードゲームで、これだけ、これだけがね、実はフランス語で持って、なんかね、ボードゲームというより、これはみんなでアーカムという街をこういうでっかいモンスターから守ろうゲーム。みんなで守ろうみたいな。で、だからそれぞれのプレイヤーは一人の、もう本当にロールプレイングみたいなもの、一人のその、あのヒーローになって。で町の中を駆け巡ってモンスターと戦って町を守っていく。はあ、でモンスターが結構強いから勝てるかどうかはいつも結構難しい。そんなすごいね、こうボードゲームだけどそんなにできちゃうんだ。おほら、スターワーズのバトルができるゲーム。あ、すごい。しかも結構精密に作られてるんだね、これだけでもね。これだけじゃないんですよ。え、これだけじゃない。あ、すげえ、いっぱいいる。しかもこれクオリティが高いね。高いよ、もうね、これなんかゲームのものとは思えないぐらい。うわ、すげえ。もちろんお約束の、ほら、うわー、すげえ。で、クオリティ高ね。ダイスのゲームで怪獣戦争、それぞれが一人の怪獣になって他の怪獣 と戦う。これ何、渋谷とか書いてある。あ、でも海外の。キングオフ東京だもん。あ、でも作ってるところは違うところ。リチャー・ガーフィードだからアメリカのゲームメーカーだけど。へえ、ね。でもまあ本当だ、怪獣戦争の舞台はやっぱり東京ですね。へえ。あ、ゴジラとかね。あのダイスを振って、そのダイスで好きな目を残して振り直すの、で振った目によってポイントを取ったり、他の人とにをあの戦ったり、新しいカードを買ったりして、まあ許可してレベルアップするとか。なるほど。東京と東京ベ、それだけ。あとはなんかこういう。すごい、おもろい。マスを振って階段を上がるだけだけど、マイス、あのダイス振ったダイスのお化けのマスが出ると、自分の駒にお化けのカバーをかける。で、まあどういうことかというと、その4人のはすぐにお化けになって、誰が誰になってるかを覚えつつ、どのお化けを進めて自分は どれだったとか、お化けを交換したりとか。へえ。覚えながら上がる。で、ここに着いたら勝ち。ここに着いた人のお化けを外して何色だったかで、あ、何色が勝ちってことです。なるほど、すごい面白いね。銀河鉄道とかもあるの？銀河鉄道ですよ。ちょっと分かんないもん。
はあ、ガッツアイズシティハンター醸造でしょ、うん、あとは、まあ、犬夜叉とかその、はい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 、高橋由美子はそういろんなところにあって足立満でしょ、うん、明日聞いた、うわすっげえ、あとまあドラゴンボールと足立満かつ、これは何、これはね日本語、日本、日本語、日本語、ザ・レジェンド・オブ誰だっけ、大友克洋、あ、そうなんだ、大友のさんなんです、そうそうそう、知らなかった綺麗なポスター、すごいね、え、ポスターコレクションで売ってるの、これは、そうそう、売ってた、売ってた、あ、すごい、何これ、すごい綺麗だけど、それか普通の紙じゃないの、あ、すごい、草薙元子だへえー、ポスターコレクションがあるんだ、なんだろうね、なんか問題だけかどっかで、あ、そうなんだ、昔、昔だよすごいね、こんなのあるんだね、すげえ、これいいね、いいね、しかも紙は普通の紙、うん、まあちょっと綺麗な、なんかキラキラしてるね、おお、使ってるインクが多分、あ、なんか違うよね、うん、すごい、こんなのあるの、おわへえ、初めて、どんなのあるんだすごいねこれは割とメインイラストだね、そうだね、これはすごいね、何これシルバーで、シルバーでもうちょっと見えづらい、見えないねあの自分で作る、ああそういうことか、縁コマ、あ、縁コマねすげえ、すげえ面白い、縁コマのパーツ自分で作る、初回限定版、まあって言っても1万6000だからさ、あ、そうか、どんな人、まあでもね、でもへえ面白い、ね、かわいい、了解いたしましたって面白い、ああ、なんかいろいろ説明があるんだね、わお。あ、やっぱね、用紙ホログラムペーパー。なんかちょっと変わった紙だな。あ、ペットフィルムにアルミ。すっげえ。なんかすごい。ここに全部書いてある。あ、本当だ。全部違う。そう。すげえ。ああ、本当だ。全部違うんだ。マットコードとか、オフセットとか。おですね。オフセット5色か。よし、ホログラムペーパー、まあ、ホログラムペーパー結構、あ、でもここはなんかクリアスポット加工、わかんねえ、だいぶこだわりの強いへえ、こんなのあるの知らなかった、うん、わお、すげえ面白い見て、あの紙がこんなになっちゃうの、うんとね、多分ね、相当大変です。ねえ、これしかも塗ったらこのぐらいってことですか。そうです。すっげえ、これ。塗らなかったらこんな。え、ここまでいくの相当だね。縁コマ。すげえ。まあちょっと やってみる価値ありそう。ああ。名人ジャパンですね。すっげえ。白政宗。すっごいね。わお。いや、ね。限定版か、そうだね、これすげえ、なんだこれ、どうぞ何これ、設定資料集とかいろんな、なんかイラスト集入れてるんだろうけど、パンダこういう、なんかいろんなキャラクターのといろんな装備の紹介、んー、イラスト集ですね、クリターズボックスによくある、なるほど、どこにいるんだっけな、意外
なんか本当お茶みたいだね。だいたい。あの、まあ売ってはいる。さて、今日はだいぶごちそうになっていろんなことを教えてもらいました。帰りまーす。Ugh!